はい、どうも、なおちんです。さあ、今日もドラクエ10オフラインやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、皆さん、ついに終わりましたよ。見てください。転職の欄を見てください。どうぞ。すべての職業、レベル70、達成です。ようやく終わりましたよ。これはね、かなり時間がかかっちゃいましたね。で、まだね、レベルあんまり上げてないよっていう人に、一つアドバイスと言いますと、このね、一時職、戦士から旅芸人、このキャラクターがいると思うんですけども、こいつらはレベル51ぐらいまでかな、上げれば十分です。うん、むしろそこまでは上げてください。上げた方がいいですね。なぜかっていうと、パッシブスキルが取れるので、ものすごくお得なんですよ。パッシブスキルっていうのは、全職業で力が何上がるとか、全職業で攻撃魔力が何上がるとか、そういうスキルのことですね。パッシブスキルは全部取った方がお得です。全然強さが違いますね。で、一時職は、レベルが上がりやすいんですよ。レベル70の状態で獲得経験値230万です。二次職の奴らになると310万。結構違いますよね。なので、レベル51か2ぐらいまでだったら、そんなに時間かからず上げれるので、ぜひ、この一次職の奴らは、パッシブ全部取れるまで上げてみてください。めちゃくちゃお得です。うん。で、まあ、このね、二次職の奴らが、かかったね。めちゃくちゃ時間かかった。うん。あ、ちなみに遊び人は早いです。遊び人はレベル上がるの早い。でも他の奴らは、かかりました。めちゃくちゃかかったね。それでは、これまでかかった時間などをお見せします。こんな感じです。プレイ時間、92時間42分ですね。まあ、実際のところ、カジノでちょっと放置してたりとか、あと編集の間につけっぱなしにしてたとか、そういうのがあるので、実際に自分で動かした時間っていうのは、多分80時間ぐらいかな。それぐらいだと思います。はい。で、魔法の迷宮のクリア回数、480回ですね。メタキンに、400回ぐらいは挑んでると思います。400回ぐらい挑まないと、全部レベルマックスにすることは難しいでしょう。かなり時間かかったね。まあ、とにかく福引きをね、回しまくったよ。すごい回しまくった。そして、これからやっていくことを視聴者の皆さんにお伝えしておきます。まずは装備ですね。ある程度の装備は今のところ揃っております。ある程度は揃った。でも、最強装備がまだなんですよ。なので、まずは、西欧装備をすべて揃えたいと思います。あれがね、かなり時間かかるんだけども、まあ一応全種類揃えてみたいと思います。そしてですね、討伐モンスター。まだまだ空きがあります。めちゃくちゃ空きがある。このモンスターの欄も埋めていきたいと思います。まあ、埋めていくと、転生モンスターっていうのも分かってくると思いますし、まあ、そういうのもやっていきたいと思います。転生モンスターはね、出すのがめんどくさいんですよね。そして、釣りレベルだよね。釣りレベルも、ある程度までは上げたいですね。今のところ、釣りレベル、レベル7です。なので20ぐらいまではちょっと上げていきたいですかね。うん。でも他にもね、やることあるんですよ。武器種とか全然集めてないですよ。武器防具。全然集めきれてないので、こういったものも集めていかなきゃいけないですし、お宝リストとかも見ても全然ガラガラなんですよ。なので、やることはいっぱいありますね。あ、それとね、これもまだまだでしたね。クエストリスト。まだまだなんですよ。サブストーリーが
全然やってなくって、たまりにたまってるんですよね。メインばっかりずっとやってたので、サブにね行き着いてないっていうところですね。全くやってません。で、紹介されてるやつを見てみると、超お役立ちとかお役立ち機能のやつがあるんすよね。それはね、早めにやらないとなぁとは思ってたんですけども、まだやってない。調理整理術の奥義、装備品のボックスを、200に広げるやつかな。それは、やらなきゃいけないけども、今のところは、まだ空きがあるからね、そこまで急ぐことはないか。でも武器防具集めていきたいっていうならば、これ早くやらないといけませんね。と、もう一個重要なのがあったんだよな。あ、これ。ドキドキ湯煙事件。これ温泉が利用可能になるってあるんですけども、温泉って何ですか？温泉って、何？一時的に能力が上がるとかそういうやつですかね。だったらこれ序盤からできそうなやつだったんで、もったいなかったな。これも、ね、お役立ち機能ってあるので、やらなきゃいけませんね。そしてこれね、髪の色を変えるやつなんだけども、いいかと思って、取っときましたね。これもいっぱいあるんだ。いっぱいあるのよ。やらなきゃいけません。髪の色、ヘアカラーと、あとこれも気になってた、ビッグホルンの復活が報酬はてなはてなはてななんですよ。ちょっと気になるやつなので、これもやっとかなきゃいけませんね。お役立ちとかには載ってないので、そんな重要なやつではないかもしれませんけども、気になるのでこれも早めにやります。はい。クエストがね、212個おそらくあるのよね。まだね、150個ぐらいやってない。これは時間かかる。150個やるのは時間かかるよ。でもこれも、やり込みます。そして前職70になったということで、いろんな検証とかもやりやすくなったと思います。検証も多めにやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、ということで今日は前職業レベル70達成しましたという報告でした。ついにやりました。時間はかかったね。心が折れそうになったよ。ではまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。